グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、U、24日本一、レイ U、24南アフリカ東京五輪、グループ、グエー第一節、東京五輪、東京オリンピック、男子、カーのグループリーグ A 第一節、U、24日本代表戦、U、24南アフリカ代表戦が22日に行われ、日本が1-0勝利を収めた。この試合の決勝点となった久志武房のゴールは、五輪における日本代表の歴史最年少ゴールとなった。今シーズンの J リーグ、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、ボールを支配し、チャンスを生み出し、からも、なかなか、ゴールを奪えない展開が続、ていたチームを救ったのはやはり若き A、エリア右から、ゴール左隅へ強烈に突き刺し、71分のゴールで、日本に勝利をもたらした。勝ち、3をもたらす貴重なゴールであると同時に、5での最年少ゴール記録も更新。先月20歳の誕生を迎えた久保は、20歳48日での、五輪初ゴールとなった。これまで五輪でゴールを挙げていた日本選手で最年少だったのは2000年シドニー大会で稲本潤一。グループ第2節のスロバキア戦で決点となるゴールを挙げたのは21歳の誕生日の日だった。久保は現在のチームでも GK、鈴木彩園、次いで2番目に若く、本来であれば2024年パリ五輪出場対象年齢となる選手。次回の五輪にもで資格を持つ年齢の選手が五輪本大会で5を決めたのも日本代表では初めてのことだ。